かっこいい英語の歌詞をかけてますか英語で歌詞を書いたけどちょっと日本語っぽくなっちゃったとかどこで言葉を区切っていいかちょっとわからないそういうのはありませんか僕はあの日本好きの外国人で6回ぐらい日本を回ってあの音楽のツアーをしたんですけどその時いろんな人と対ンして やっぱり英語で歌ってる人がちょくちょく見かけます。でもやっぱりかっこよく歌ってる人うんそんなにいないんですね。でなんでそんなにかっこよくないかを考えたときに四つの、えー、問題点を考えました。一つ目は嘘をついてる。あの嘘をついてるということは 本当のことを言ってない。本当のことを言ってないと、やっぱりかっこよくならないんですね。あの、有名な作曲作詞をやってる人で、ウォディ・ガスリーという人がいるんですけど、すごい尊敬されてる、ド・ボブ・ディルンとか尊敬してた人なんですけど、彼が言うには、All you can write is what you see。で、訳すと、書けるのは、あなたが実際に見たこと、経験したこと、 見たものしか書けないですと言ってます。多分それは英語でも日本語でも一緒です。本当のことを書かないとあのかっこよくない。で、クソのことを書いてはいけない作り話使ったらダメですということじゃないです。もうクソの、えー、と歌詞でも本当のことを入れないと良くないです。で、 やっぱりあの今まで見てきた英語で歌ってる人の中ではなんとなく難しいことあのやろうとしてる人が多いですね。あの内容も使ってることも,もう難しいものを使ってます。でそれがすごい不思議に思うんですけどまあある意味で嘘をついてますね。それより自分の知ってる言葉 あの例えば中学校の英語レベルであってもあなたが知ってる単語で十分だと思いますもう実際に見たことある経験したことあること自分の知ってる言葉で難しいことをしようとするよりかっこよくなりますで僕は日本語でも英語を作ってるんですけど多分あなたたちほど全然 あの語彙力がないと思,思います知ってる単語が断然に少ないと思うんですけどそれでも僕が知ってる言葉で作ったら大体なんとかなりますなんとかあの聞いてる人に伝わります逆に言えば誰も嘘つきの歌聞きたくないんですねで第2の問題点としてはライムを楽しんでない ライムというのはインですね。インの踏むこと。英語の歌詞になると、やっぱりインの踏むことが非常に大切です。というか、あの、ンの踏んでない歌、ほぼ聞かないですね。ないことはないと思うんですけど、ほぼ聞かないですね。まあ、有名な多分誰でも知ってるような例だったら、まあ、ビートルズの Love, Love Me Do, You Know I Love You I'll always be true. Do you true? がイン踏んでますね。で、正式に love me do という文法がそもそもないんですね。間違ってます。そういうのはないです。だからビートルズがそれぐらい do you true をインを踏みたかったということですね。だから英語圏の人はそういうふうに無理しても あの陰を作ろうととしていることがありますねそれぐらい大事にしてるでも逆にその陰をあのやりすぎるとまたダサくなりますあまりかっこよくないです適当に陰を踏むのがいいですじゃあどういうふうにあのそのバランスが取れるかというとさっき言った1の問題では嘘をつかない本当のことを言うだから いを踏もうとしてる時でも本当のことを言わないといけないで本当のことを言おうとしてるから韻が崩れてしまうことが逆にかっこいいですそうすると自然に結構バランスが取れるようになりますそれで第3の,の問題点英語のリズムを意識してないことですやっぱり英語と日本語のリズムはだいぶ違いますね で、言うまでもなく、日本語の方が音の数が圧倒的に多いですね。まあ、例えば、リズム、リズムが3つですね。で、英語だと、リズム2つになりますね。リリック、歌詞。リリック、2つ。ドラムが3つですね。英語だと、ドラム3つが1つになります。 音の数が全然違うからそれを意識した方がいいです。特に自分の日本語で書いた歌詞を英語に訳す時は意識しないといけないですね。例えばドラムを使った歌詞だとしたら日本語だとドラムたたく英語だったらドラムドラムビートマイドラムドラムドラムビートマイドラム 全然違うでしょドラ,ムドラムが一つの拍子に入るから、えー、そういうのを意識してください。で、日本語のインとシーンの使い方と英語のインとシーンの使い方がだいぶ違います。それも意識した方がいい。日本語だと音という言葉にしても音でトーがトになるんですね。T がシーンで O が望遠だからほとんどの日本語の単語が 母音で終わってる。うん以外の言葉は暴音で終わってる。基本的に英語は子音、母音、子音があの一つのセットでベース、ベースになってる。だから音でもサウンドになりますね。で、最初と最後 SD、死因でしょ。で、青が暴音でしょ、サウンド。で、ほとんどの英語の単語がそうです。 だから根本的に日本語と英語の作り方が違うんです。で、僕は結構いろんな日本語の歌を英語に訳してきたんですけど、どうしても、えー、と時間が余ってしまう。日本語の音の数の方が多いから、英語に直すといっぱい時間が余ります。で、僕は結構その時間を勝手にいろんな えー、自分の好きな言葉を入れたりしてるんですけどまあそういうのは意識した方がかっこいい歌詞ができます。で第4つのえっ、ー、とよく見る問題,点問題点なんですけどどこの人かわからないという歌い方してる人が多いです。と英語というのは 1あの一つだけじゃなくていろんななまりがあるんですね。で日本語と違って標準語というのが存在しないですね。どこが標準語か誰も決められないんですねそういうあの。そういうのを決める団体はないいろんな国で使ってるから。で英語圏の人だったらもうすぐどこの英語を使ってるか分かります。 もう一瞬で歌ってしまいますその立ってる人とどうしてもその喋り方を結びつくんですね。こうまあ、例えばアメリカの中でもいろんな鉛がありますよね。ニューヨークの鉛とか、まあ、南寄りの,あの鉛とか。だから日本人が英語で歌ってると。 ニューヨークの名前で歌ったら、ああ、じゃあきっとこの人は多分ニューヨークのきっと好きでしょう。そういう、もしかしてそういうストリートの、ストリートのカルチャーとか好きかもしれない。あの、ラップだったら、まあ、こういう喋り、しゃべり方するんかなと思ったり。で、南の、えー、南寄りの喋り、喋り方だと、まあ、なんとなくちょっとブルースっぽい感じはしますし、 でも日本人が日本語っぽい英語で歌ってもかっこいい時はあると思います。あの自分は日本人だと主張している人、それを売りにしてる人はそれ、それはそれでかっこいいと思います。だからその曲にもよりますね。でも全く意識してない人が多いですね。 で、やっぱり英語圏の人としてそれを聞いて気になりますね。多分日本人が逆に、まあ、標準語で歌ってる人がお多いと思うんですけど、例えば関西弁で歌ってる人を聞いたらそれ一瞬でわかるでしょで、関西弁で歌ってるから、あ、きっとこういう人、その辺の人かな、この歌に出てくるキャラクターは関西人かなと思ったりするでしょう。 で、それが東京の舞台の話だったら、関西弁で歌ってたら、いろいろ考えるでしょう。関西の人が東京に行ったかなどういうことでしょう不思議に感じる。で、英語圏の人も一緒です。いろいろと話が細かくなって、まあ、あの、長くなるから、この辺で終わるんですけど、それ以外にもいろんな点があります。えー、いろんな。 考えた方ががいいことがありますで僕は実はあのオンラインワークショップを無料で定期的にやっているからもしもっとこういうのを、えー、聞きたいんだったら下のリンクを見てあのぜひ、えー、登録してください。はいみんなかっこいい英語の歌詞をどんどん作ってください。